圧倒的な表現力と歌唱力を武器に、その名を音楽シーンに轟かせているアーティスト秋山隆二。彼が送るあの歌の祭典が今宵再び。日本を代表する豪華アーティストとの夢のコラボが実現。そして耳に残る CM ソングに、子供たちに歌い継ぎたいオリジナル童謡メドレー。あ、さらに新曲を制作すべく中学校へ。みんな思春期？はい、バリバリ。若いエネルギーからインスパイアを受けて歌詞を紡いだ神曲が誕生。昨年に続き秋山隆二がその真骨頂を見せつける一夜の宴。圧巻のパフォーマンスを披露し、今年も秋山サウンドの世界へと誘う。秋山歌謡祭2024。さあ始まりました、秋山歌謡祭2024。今回も名古屋までお越しいただきました秋山隆二さんです。よろしくお願いします。隆二さん、秋山隆二と申します。よろしくお願いします。お願いいたします。スペシャルオーディエンスは前回に引き続き伊藤麻子さんです。よろしくお願いします。お願いします。なんか安心するんだよな。お願いします。昨年の秋山歌謡祭が大好評に引き、今年も開催の運びとなったわけなんですが、結構好評だったんでしょ。だってそれが嬉しいよマジで、ね、前回は YouTube の総再生数が関連動画を含めなんと3000万回を超えました。世界へ羽ばたく秋山歌謡祭。3000万回、はい、嬉しいね。すごいね。結構言われました、うん、俺もあちこちで、うん、この間秋元康先生のラジオでメモ少年がやってる番組ね。すごい。すごいね。すおかげさまでないマジで、ね、あいつはやりたい放題なんですか、ね、本当にこれに関しては嬉しいね。でもね、嬉しいですけどね、うん、そしてですね、今回秋山歌謡祭2024をド派手に盛大な演出で盛り上げるべく、はい、新たな試みを行いました、うん、それがクラウドファンディングです。まあ、こんなそうちょっと分かんないですけど乗っかってみました。 YouTube で見たよ募集してんの。いやあいつがそのメモ少年がやり始めるんですよ。すげえ最先端のことを。これがですね、目標金額100万円にしていたんですけれども、はい、764名もの方からなんと529万円を獲得しました。すごい。いや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 、マジで本当にすごくない？そんな一大プロジェクトになってきたんですけれども、はい、こちらの5名の皆さんがですね、スポンサー待遇スペシャル観覧席お一人10万円にご支援くださった皆様です。すごい。10万円出してくれたの。これもう本当に日本で凝縮したハード秋山ファンですよ本当に。でですね、今回は日本を代表する豪華アーティストとのコラボを披露、はい、今回ちょっとやらせていただきまして、はい、皆さんのクラウドファンディング529万で、はい、そのワンステージにかけさせていただきますから、はい、もう1曲目からもうぶっ飛ばしていこうかなと思ってます。あ、楽しみ、はい、すごい方オファーしました。どなたが、はい、お願いします。どうも。黒い、来た。黒いとこに黒い人入ってくるの分かんないな。よろしくお願いします。台湾で買ったサングラスです。いや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 。ね、この幅何？この幅。この幅秋山には今回どうしても歌いたい曲があるという。一番最初に上がるのが本当はこの曲かもしれないです。何？それぐらい自分の中ではやっぱり、うん、思い出のある曲ですかね。あ、知ってる曲じゃ、うん、それがポカクカという曲なんですけど、秋山隆二が歌う曲としてきっかけを作ってくれたのはこっからですね。そっからいろいろ創作活動に入りましたから、音楽活動の始まりですから。東京都内の施設の運営がコナノかクナノかをテーマに制作した楽曲ポカクカ、アーティスト秋山の原点。管轄は遠く、それともどっかに委託してんの？委託は多いんですわ。ああ、歌ってメッセージに乗っけるといろいろ伝わるんだって思いましたね。満を持して秋山歌謡祭2024で披露ということですけど、そうですね、ハード秋山ファンは思うでしょうね。うわ、秋山なんだよ、2023に出さねえのかと思ったらここかよ。だいぶ騒いでると思いますよ。落ち着いてくれよハード秋山ファン。
僕もライブ全部のツアー回って地図の施設、区の施設すべて追っかけました。そういえばそうだよね、いろんな施設でやってるやつの一番一列目にいるもんね。メモ少年いたんですよ。はあ、感慨深いじゃないか。君の手が切るやつで歌わせてもらえるんだね。若いね。今年に持ってきたってのもまたいいだろう。いいですね。これ思い入れのある曲だし、秋山歌謡祭ということでやらせてもらえる、これはちょっと自分の中でメモリアルだし、そんじゃそこらの感じじゃ終われないなと思って、すごい方に一緒に歌ってもらおうかなと思ってます。とかく歌おう、これやばいです。とかく歌おう、はっきり言うととてつもないボーカリストの方だからね。これはもう確実に革命だよね。とかくカレボリューション、レボリューション騒ぎ出しますよ、妖精たちが。あれ秋山的にもIt's OK ですよ。今回秋山と都格化でコラボするアーティストに話を聞いてみると、もともとこの曲自体は僕も聴かせていただいてて、とある別のイベントでご一緒させていただいたことがあって、その時にぜひ一度歌わせていただきたいですって話をさせてもらいました。 TK サウンドのこうなんかこう流れを組んでるというかね、なんか歌ってみたくなる曲だなと、はい、感じてました。どういう表情、創造性の高いこう音楽のクリエーションというか、いろんなこう本当にこう引き出しがあって、確かに素晴らしいなと思いました。はい、すごいでしょ。もう緊張感を持ってしっかり歌わせていただきたいと思います。さらに秋山の思いに応えるべく、ダンサー、コーラス、超一流の面々を招集し、レーザー照明、特殊効果にも最高峰の技術を導入。クラウドファンディングの支援金を全額つぎ込み、都格化の集大成となるステージを華麗に彩る。 Do you know 都格化? OK! さあ皆さん、秋山歌謡祭2024盛り上がっていきましょう。さあ今回はこの曲、クラウドファンディングですごいステージを作ってくれました。すごいことやれます。ステージだけじゃないです、とんでもないお客さんが今日一緒に歌ってくれるということです。お呼びいたしましょう、西川貴教さん。さあ来ました、スーパーボーカリスト西川貴教。 OK、 西川貴教 OK、 OK、 トカクカレボリューション、体が熱いぜ。 OK、 東海やってる、福がやってる、東海文化都格化気になる、とにかく普通が気になる、都格化すぐだけ気になる。 OK、 東、東、グッグッグッ、東海やってる、東京芸術劇場、福がやってる、浅草公開の新宿ホスピックセンター。 OK、 パンダ上の動物園、クガイやってる、お買い物さ、アヒルのルフィア、トガイやってる、シンゴやってる、誰が決めてWhat?
水の巻き、ミキ巻き、ミキ巻き気になる、ミキ巻き、ミキ巻き気になる、オッケーオッケーオッケー、いくぜ。限界モードさ、とかくが、しかくが、くかけが、ふかくりが、あかきゃくが、みがファンが、こかくりが。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。いやそんなにない。アリーナとかないですここ。メーテルのスタジオです。すごい西川さんこれが歌いたいって。そう。おっしゃった。もうどうしてもこの曲を歌わせてもらいたいということでわざわざ朝一の新幹線で。ありがとうございます。まさか叫び合ったりしてるところがちょっと正面ちびりそうになりましたこんな日が来るとは。そうです約10年前公共施設ただ有曲作っただけだな。いや今のステージに529万円全部使わせていただきました。いやだから火の出る回数がおかしかったよね。お金の使い方分かんない人がやった日だよね。ですよね。正直火の量と風の量が多くて歌いづらかったですもんねこっちは全く動きが分からなくなるんですよこっちパニックなんですよね。もうどんな写りになってるのか心配です本当に。コーラスもダンサーも一緒にやるってなかなかないんでね本当に。めっちゃかっこよかった。後ろ見たらすげえ踊ってくれてるし、トカクカにそんな振りあるんだみたいな俺知らなかったんでパッて見たらトカクカの時こんなやったのトカクそんな振りなんだトカクカの答え。どういう気持ちだったんだろうねいやすごかったですよ。いや気持ちよかったです。コーラスの方々ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。一番最初トカクカの PV 作った時にやってくれたオリジナルメンバーで、はい、本物じゃん。すごい方なんです実際。すごい本物が。あのコーラスじゃなきゃできねえって言っちゃった初めてそんなこと言っちゃってちゃっていや贅沢な本当マジでたまりませんこの贅沢な、では西川さんにはこのままスペシャルオーディエンスとしてご参加いただきます。いいですか。ここからが本当の時間なんでただただ私の曲を聴いてもらいます。もちろんでございます。お願いします。いやすごかった。ありがとうございます。続いては童謡をメドレーで歌ってください。はい、オリジナル童謡がありまして、子供にいかにもあるかのように歌わせてて育てた時があって、乳児の頃から、バレる小人まで歌い続けたんですよ。でも結構言ったね、はい、でも友達と話すと食い違いが出てきてあ、ないでしょうって言われたんです、はい、あんまボケてないんで、マジで変な歌詞にしたらすぐバレちゃうから、ではでは、スタンバイをお願いできますか。はい、スタンバイの、すいません、お願いします。すいません、すいません、すいません、失礼します。あっちだって、向こうですよ。降りたいだけ。こんなことないですよ、芸人がミュージシャンの前をこう、スタンバイ、すいません、スタンバイ。しかも多めに通る。こんなことないから、もう今日だけだからちょっと準備しました。いってらっしゃい。お願いします。果たして、完全オリジナルの童謡メドレーとは。それではお聞きください。童謡メドレーです。どうぞ。メドレーだ。ああ、懐かしいな。商店街では、うちわを片手にうなぎ屋のおじさんがパタパタ、美味しい香りがするんだよな。ちょっと。おばあちゃんがうちわでサンマを焼いています。うちわでパタ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 。なんだかこの光景、見かけなくなった気がするな。いや、本当に。縁側でこばあちゃん、湯上がり湯すすぎ、湯
僕が歌った寝するときもパタパタ横でパタパタ優しい夏の暑い日にさらり優しい風で夢の中あー懐かしい光景懐かしいといえば私たちが生きていて食生活での問題いろんな食べ物があるんだけどみんな芋って食べる？食べる。はい何が好き？じゃがいも。芋だったらどんな芋が好き？じゃがいもか。じゃがいもじゃがいも相変わらずじゃがいもの人気はすごいです。そうすると嫉妬するやつが一人。山芋。里芋、さつまいも芋にもいろいろあるけれど僕はお山の大将さ粘り強さじゃ負けないぞとろんとろんにゅるにゅる一口食べれば力持ちとろんとろんにゅるにゅるあくっかゆくなっちゃったヤマイモは栄養がすごいんだぜじゃがいもばかりじゃなくてヤマイモも食べなきゃダメだヤマイモじゃがいももいいけどヤマイモヤマセヤマイモヤマイモって言わなきゃダメだじゃあなんだ合言葉はじゃがいも山芋じゃがいもでなく合言葉は山芋山芋はい今ここは空前の山芋ブームですさあこれから春休みがやってきますそういった休みには必ず楽しみなことがあったんだよなそういとこのお兄さんが来てくれることいとこって楽しいよねお姉さんもはいアップデートみんな立ってパトパトみんな立って 1,2,1 向こう向いてきょうは来るかないとこの兄ちゃんトランプだってかけっこだってくればできるのに足が速いぜカズ兄ちゃん野球うまいぜ浦和の兄ちゃんけん玉だって縄跳びだって何でもできるやい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 とこどこどこいいとこあるなどこどこいいとこといいとこ行こう子供と離婚のいいとこはどこだお盆と正月待てないやいやいやねえ星が転がってるすごいでしょねえ好きな食べ物はなんだスイカスイカかメロンも美味しいよなイチゴと桃さあスイカもメロンもイチゴも桃も美味しいんだけどもやっぱり日本といえばお寿司は大事だよね全然違うお寿司大好きな人はい日本の誇りです果物もう趣味出ちゃってた日本の誇り和の誇り旬の素材をネタにしてお酢の香り僕らを包む僕はやっぱちょっと映んなくなっちゃうこうマイクが映んなくなっちゃうマイクが映んなくなっちゃうここから撮ってるあの 4番のやつを撮ってるから4番のやつを撮ってるからマイクだと映んなくなっちゃうさあ皆さん嘘ついたことありますか本当に1個ぐらいあるんじゃない
いろんな嘘があるんだけども、嘘つきタコの中太郎ってやつがいたんだけど、どんなやつなんだろう。嘘つきタコの中太郎、1日8回足の数だけ嘘をつく、イカだと言いたり、船だと言いたり、だけれども、4番のやつが映らなくなっちゃう、4番映らなくなっちゃう。嘘つきタコの中太郎、嘘をつくとき口をチューチューとか出せる、微熱だと言いたり、また出た、この後ケツありだと言いたり、暇でしょ、だけれどもそこまでは憎めない。あ、いい歌だった。チュー！うわ、みんなチューいてー。ありがとうございました。伊藤さん、いかがでしたか？やっぱり一番印象に残ってるのは、前に来たお子さんをこうやったところですかね。あれが一番ちょっと衝撃映像だったかな。はい、あと、あの語りのシーンでお子さんと一つになっていくんです。どんどん打ち解けていくんです。歌に入ると目が死ぬんですよ。こんなことあるんだなと思って、びっくりしました。はい、こっちにはいっぱい今いてくれてますよ、皆さん。あ、みんな、どの歌が一番楽しかったかな。タコか、タコ楽しかったもんな。タコ、せーの、タコ。いや、言わせてるんだ。お、見てやってくれてる、ほら、なんだ、ほら、あ、タコだ、すごい、タコだ、やってくれてる、中太郎だ。ほいほいほい、歌の時誰もやってなかった、うん、さっきやれなかったかな、それが。もう今はいいんだ。そういうとこなの。さっきそれが欲しかったんだね。続いては今回も名古屋の企業などの CM ソングを制作されたんですね。はい、もちろんでございます。はい、何度も言いますけど、そのすごいクオリティのは無理ですよ。本当に何とも言えないローカル感あふれるやつの引き出ししかないので、はい、あれも尋常じゃなくあるんですよ、本当、子供の頃から、うん、でもそれがいいですよね。それがいい、はい、うん、ではまずどちらの CM ソングを。はい、あの三ツ矢製菓という東海産業の方が有名なのかな、はい、ケータリングで見たんですよ。何とも言えないキャラが乗ってあったんですよっていうのが気になってて、それだったらちょっと CM ソング歌いたいな、作らせてもらいたいなと思ってオファーしました。秋山がやってきたのは名古屋市中川区にある老舗お菓子メーカー三ツ矢製菓。こんにちは。お願いします。こんにちは。こんにちは。お邪魔いたします。どうもこんにちは。お邪魔します。あー、どうも。あ、ビスケット系ですね、やっぱね。はい、これ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 、あ、これあるじゃん、あるじゃん、あるじゃん、はい、これこれこれ、ビスクこれですよ。ビスク、あ、食べちゃって、はいはい、すいません、ちょっとぜひにしてと、うまいのこれ。あ、これこれこれ、あ、うまい、おいしい、いい音。そう、うん、結構有名なビスケットも。秋山が気になっていたお菓子は東海エリアの駄菓子屋さんやスーパーで販売されているスティック状のビスケット、ビスくん。かわいいの、ビスくんが。まさにちょっと、あのビスくんっていうのが、あの商品の名前で、うん、キャラクターにはちょっと、あの名前がついてないので。あ、これ、そうそうそう、これビスくんじゃないですか。これビスくんじゃないですか。ビスくんじゃないんです。誰、嘘でしょ。すげえことしてましたマジで。だってビスくんでしょ、ビスくんと思うでしょ、これ、うん、そうですね。手とかどうやってんのこれ。優しそうな感じのこのビスくんの性格が全部出て、まさにビスくんだもんね。これビスくんでしょ。誰もがビスくんだと思うこのキャラは実はビスくんじゃない。しかも名前も決まっていないという。お話聞いといてよかったです。俺こいつがビスくんとして歌うところでしたわ。衝撃の事実が判明したビスくん、秋山はどんな CM に仕上げたのか。あくまであの、はい、ご当地系ですから、はい、あ、ビスくん、あ、かわいいじゃん、動いてる。長いお花はビスくん、僕歌ってます。やったかわいいおべべ50年
生まれは名古屋の三ツ矢です。いいね、みんなと軽いお付き合い、果樹茶さん、僕ビスくん、君はビスくんじゃないんだよ。果樹茶さん、僕の名前は、君の名前は決めてないんだよ。じゃあビスくんってなんだよ。泣きながら食べたの。おやつはビスくん。いいでしょ。まあ、いいか。そう、いいよ。お前が言うな。出てきた。はい、どうでしょう。なんかちょっと胸にきます。泣きながらビスくん食べたら最後晴れたじゃない。はい、そうですね。ああいうのね、やっぱおばさん感動しちゃう。いい、でも確かに。なんか分かります、はい、マジっすか。ビスくんで晴れたんだっていう、所在はなくてもなんかもうね、みんなで一緒に頑張っていこうっていう、なんか、うん、あ、そういう風に捉えていただいてありがとうございます。前向きに、はい。じゃあ続いての CM ソングも楽しみですね。いきましょうか、はい、あのこれも私の夢憧れ、専門学校の CM 大好きで、あ、いいね、あの生徒出る系のあの感じ大好きなんで、本当マジでガチボケなしで本当に普通に作ってみました。何の引き出しで、はいはい、要はスポーツトレーナーとかインストラクターをその育てる育成する専門学校なんですけど、ちょっと見てください。秋山が作りたかったという専門学校の CM がこちら。名古屋リゾート&スポーツ専門学校、来た、はい、目指すリゾートファイティング。私がヨガ、僕はリハビリトレーナー、僕たちの夢はジムインストラクター、ミュージックカンピー。気になる君はオープンキャンパス、名古屋リゾート&スポーツ専門学校。スポーツインストラクターやアスリートを支える資格を取るならみんな集まれ。いい、いいでしょう。いい、いい。これまんまいけるでしょ、もう。興味も湧くし、行きたくなりましたよ、ちょっと。本当ですか。何やってるのかなって、やっぱり資料見ないとわからないことありますけど、はい、一発でわかりましたからね。ジムの、最後あの生徒集まるのは私好きなの。そう、名古屋リゾートスポーツ専門学校。これで、この辺の人ちょけるんだけどさ、文字で姿が見えないんだよね、大体ちょけてる人は。では続いての CM ソングいきましょうか。はい、アスリートが CM として出た時の漢字の要素を入れ込んでみました。そしてあるお菓子の会社とちょっとコラボして、アスリート愛知の、そうね、お菓子で、やっぱ地元のお菓子にしたいよね。パッと浮かぶのは、まあ、春日井製菓ね、鼻の口づけ、まあね、はい、あの飴ね、あとなんか喉すっきりってやつね、これよくある、だいたいケータリングにあるよね、はいはい、秋山も大好きな春日井製菓、今売り出し中のお菓子があるそうで、くれがちね、これは何系のモチラ、なにこれ、未確認食感、グミ、おお、なんか不思議な感じだね。なんかグミみたいにブヨンブヨンかなってた、そうでもない。うん。うん。うわ、うまい、これ。餅みたいな感じだけど、シャリシャリもするな。シャリシャリ。なんだこれ。頭おかしくないそうだ、これ。やばい、やばい。うん、今見えたね。食感今までないから、今まで。スポーツ系だね。トップアスリートがやる感じの CM でいこうかな。トップアスリートといえばを詰め込んだ CM がこちら。アスリートが CM 受けたらっていう、ね、はいはい、こちらもちら日本代表。こちらもちもちもちら、いい、ね、ラムネ、グミ、もちもちら、こちらもちもちもちら、もちり、口どけ、シャリシャリ、もちら、もちもち、もちら、もちら日本代表、スリーもちもちシュートだ、やったもち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 、未確認食感、もちら、勝因はもちろん、もちら、あの感じね、あのアスリートのトーン、選
ション上げてもちろんってやんないっていう。そうなんですよ。だいたいあの言い方なんですね、アスリートがその、うん、もちろんもちろんってちょっと言ってもらっていいですか。ちょっと漢字をまず入れてもらっていいですか。漢字入れたやつ、もちろんもちろんうめえやつお願いします。もちろんもちろん、あーもっと抜いてください。食べたい、食べたい、もっともっと抜いて、もっと抜いて、アスリートアスリート抜いて抜いてください。もちろんいいですね。そのままキャンペーン実施中です、はい、キャンペーン実施中いや今のは滑舌の悪い俺やりますからキャンペーンです、うん、キャンペーン実施中笑顔を泳げばいい。なんだよこれは。最後はですね、メーテレ新しい取り組みやってんですよね。その CM を作っていただけませんかということでお受けいたしました。で話も聞きに行ったんです。そうそう、まずは担当者と打ち合わせ。メーテレマッチングという事業で、メーテレマッチング、メーテレマッチングという、まあ、事業承継、M&A とか相続対策といったそういったソリューションをご提供するというふうな事業になっております。中小企業を対象に事業承継などをサポートするメーテレの新たな取り組みなのだが、なんで M&A？ あ、そうです。ご存知の通り、あの M&A、あの今後いや知らないですよ。ちょっとこういう系の通りで、はい。でそこで見つかった課題に対して、例えばそれが M&A であればこちらでロングリストを作って、でそれをもとにソーシングさせていただきまして、その企業の As is to be のサブが埋めるようなあのご提案をさせていただきまして、マッチングさせていただくと。担当者から一通り説明を受けた結果、うまく作れそうですか。もう聞かない方がよかったぐらいですわメーテレの新しい取り組みを秋山はどのような CM に作り上げたのか。作りました、はい。これからの地球のためにこれからの私たちの未来のために、私たちは新しい地球を見出す会社です。いや分かんないからざっくりとしたことしか。信念、理念、概念、この3つは地球にとっての大きな足かせです。 M&A、 私たちは M&A をひっきりなしに生産する会社です。私は M を担当します。私は A を担当します。そういう意味じゃねえよ。あとは地球にお任せするだけです。私たちが子供たちにつなぐべきこと、これは本当のマッチングなんです。大人だけじゃない、もっともっと地球の良き部分を子供たちにマッチングするために、 As is to be、 私たちはメーテレマッチングです。メーテレマッチング、これが僕らのスローガン。わからないから、な話聞いてもわかんなかったんで、ああ言われたワードを全部とりあえず入れてみるっていう、もうノリで言うしかない。この台本もなんもない、ただ言ってるだけです、はい、ひたすら。あと最悪地球持てば絶対大丈夫なんかね。続いては新曲を披露してくださるんですね。すごい、思春期の命にハマっていて、今すごく思春期の命に、思春期の中学ぐらいの時の思春期特有の目、なんていうんだろう、こう、あ、目、この目、こういう感じです。この目がすげえ好きなんです。それをベースにして作った曲です。どういうこと。思春期の目元をテーマに新曲を制作すべく秋山が訪れたのは、今回中学校に踊る方がいて、愛知中学校さんですね。あ、どうも、よろしくお願いします。ロバート秋山と申します。山田と申します。お願いいたします。山田先生、はい、また人柄がいい。本当に思春期の目元を探してまして、いますかね。います。先生が分かってんだ。なかなかない。今回こちらの愛知中学校でリアルな思春期の目元に触れ、新曲制作のヒントにまず尋ねたのが、生徒会だよ。おい、生徒会ってあの目いるかな。ねえ、やっぱどっちかというと活発だね。こんにちは。こんにちは。やる気に溢れてる方だから。いるね、いるね、いるね。え、本当に？真ん中に座ってる方は生徒会の何ですか？生徒会長の中川です。生徒会長だよ。どう、新規？そうですね。真っ只中？今
今は自分でもあんまりあんまりないね。それは自分がわからないだけで、一番わかるのは目なのよ、ね、うん、ちょっと上げてもらっていい、髪だけガッと、はい、あ、もうどう考えても思春期でしょ思春期って、ね、今はやっぱ攻撃的というか、社会をいろいろ見ようっていうエネルギッシュなもので溢れてるから、うん、絶対今の時期を大事にした方がいいよ、本当に。もうその目はないから、うん、あ、こんにちは。あ、ラグビー、あ、ちょっとちょっとちょっと、どう、思春期の目、おいおいおい、いい攻撃的な目してんじゃん、いいね、ラグビーだしね、攻撃的な、いいよいいよいいよ、あの、みんな思春期じゃん、見て、おいおい、思春期の目元のソックスじゃねえか、おい、おいおいおい、みんな思春期、はい、バリバリ自分で言ったことないよね、今まで思春期めちゃめちゃ、めちゃめちゃ思春期じゃん、でも、ちょっと、ちょっと、なんかちょっと分かってきた、目の上の皮膚感というか、わかるわかる、張ってる感じ、野球部が、はい、野球部が、野球部がブランドでやっておりますので、ねえ、本当にいいね、ちょっとちょっと刺繍ってんね、そんなことがないわ、どう刺繍ってる、刺繍ってますいいね、頑張ってよ、はい、目がいいよ、また目が、うん、ね、キャプテンで、キャプテンよろしく、お邪魔してね、邪魔して、練習も終わったの、ほぼほぼ、うん、刺繍ってるぞ、キャプテン、早速使っちゃって恥ずかしいから、謎のロケに巻き込んでごめんな思春期の目元、秋山はどんな曲に仕上げたのか。バルケツサボカモグリヤマダエヴクトルタソンのメテレオレアパイデスでオレンネオエイタロンデプリンナ赤服パケオンデオムネタ何だよ、OK、目元目元よ、ええ特有思春期、メモド特有
思春期綿棒と反発思春期綿棒と僕に綿棒と思春期綿棒とナイフ反発思春期綿棒と特有綿棒と思春期誰もみんな思春期は特有の綿棒とシュン特有メモト特有ありがとうございました。思ってる曲調じゃまずなかったので、はい、あれ違いました。あの思春期ってやっぱちょっとさ綺麗なメロディーラインに乗せてみたいな感じだと思ったらノリノリでさ、思春期の目元で曲作ったのは私が多分世界で初めてだと思いますね。最初で最後だ。この後名曲願いでフィナーレ、応募総数2400の中から選ばれた視聴者の願いを歌い上げる。私は無理をしましょうよ、その無理しないと。たまには一番風呂に入る。
私の一つだけの願いいいですか。何？このスーツでかすぎません？相撲の理事長のもともとでかかった人が急激に痩せた時の私の願いそれだけです。合うやつ用意してください。それ以外何もいらない。